田辺城は和歌山県田辺市にかつて存在した日本の城。別名は西木、水木、港村城、港城など。現在の田辺市街の西南端に位置し、藍津川の川口砂岩と海に隣接していた。遺構として石垣と水門が残る。水門は田辺市指定史跡。田辺には湯川市時代の泊城、杉若市時代の上野山城。 朝の市時代の須崎城があったが、1605年に須崎城が波浪によって破壊されたことを受けて、1606年に朝の義長の家老、朝の友近によって築かれた。1615年の一国一条例の後は改築して陣屋とされ、1619年までは始終が城主であった。当時から城郭は整備されていたと考えられるが、 田辺町大町によると、同年に紀州徳川家が天保されて、不我老の安藤直人が三万国を受領して、田辺に入城した際には、城がなく旧家を宿としたとも言う。これは前期の改築が続いていたため灯される。以降は、明治時代まで安藤氏が上司を務め、よりき、同心の給力を合わせて三万八千八百国の規模であった。百九十一年に、 大島歌手の裏にアメリカ船が来航してから沿岸警備はより厳重になり田辺城でも大規模な改修が行われた。田辺各省式寺本末には1831年の改修でそれまで竹垣で囲っていた類状の芝垣に壁を設けて銃眼をうがった記録がある。1863年には外国船からの攻撃を恐れて 下丸に城の移築を決め、年末には工事に着手したが、翌年に工事延期を通達したまま取り留めになっている。1868年に16代目の安藤、直弘は、キー鍋藩として独立し、翌1869年には、同心60名をその休録とともに、奇襲藩に完付している。1871年の廃藩地検と同時に城は、払い下げられ、 城郭は破却された。城石には多くの民家が建てられ、西木水町という地名になっている。そのため、現在は一部の石垣と水門が残るだけである。1869年の田辺上図や田辺要氏によれば、本丸には平屋造りの表御殿、奥御殿、対面書など数十棟があった。二の丸には過労や用人、留め役、武行などの詰め書などがある。 南側の二の丸との間に土蔵があり、城門は東向きの長さ八軒の楼門で、裏門が二の丸側に、水門は藍津川側にあった。城ができた当初は六町のみであったとされているが、中辺地、大辺地の玄関口であったため交通も増え、東向きに町が増えていった。町が増えた結果、熊野古道で迷う人がいるため、道標や道はけ石が置かれた。 周辺にはいろいろな町が形成されて町名もついたが現在も住所に町名が残る町は田辺祭で笠ぼこを出す町のみである。ありがとうございます。